さあ次はゴルフの話題です。エイジーシュートと言いますと、自分の年齢以下のスコアでワンラウンドを回ることを言いますけれども、そのエイジーシュートをですね、83歳、なんと83歳でこれまでに実に129回も達成している人がいます。東京葛飾区の、こちらが川本末雄さんです。ご紹介しようと思いますが、とっても83歳とは思いませんねどうだか、何ももうすることがないのでゴルフしかやりませんので、ゴルフが仕事になりましたね。いやいや、しかし結構な趣味ですが、ところで今日はですね、プロの杉本英雄さんにもおいでいただいております。もうよっぽど元気な方じゃないと、しかもその技術的にそれだけをできる方じゃないといけないわけですね。元気さがこれを生んでると思うんですよ。さあいよいよ雨の中で130回目のエイジシュートに挑戦。ご覧ください、川本さんは飛距離を出すために杉本プロよりも長いクラブを使っております。1番ミドルホール、ナイスショット。続いて杉本プロ、豪快に飛ばします。このセカンドショットは林に打ち込んでしまいました。こんなに深いラフです。しかし見事なリカバリー、さすがです。そして4打目、ミドルアイアンで転がしてナイスオンです。2オンの杉本プロはパーです。川本さんはカメラを意識してか緊張気味です。このホールは結局トリプルボギーと出遅れてしまいました。どうも私はこのね、雨は一番嫌いなんで。3番ショートホール、右のバンカーから2打目、ナイスアウト。そして2メーターの下りをピタリと読んでパー。ああいうのもたまにはありますよああいうのを得意とされてるところにやっぱりうまさがあるんじゃないですか。スコアはやっぱりメイクのね。これで調子を取り戻した川本さん、7番池越えのショート142メートル、得意の6番ウッドを使いました。雨空から落ちてきてわずかにこぼれます。この頃雨が激しくなってプレーを中止するお客さんの姿も目立ってきました。雨の日のプレーは数年ぶりだという川本さん、このホールは惜しくもボギーに終わりました。さて続く8番ミドルホールの第3打です。もうびしょびしょの手袋は外してしまいました。得意の寄せワンを狙います。惜しいね、これ入れてもらいましょう。これ入れましょう、ね、下り4メートル半、どうだ、どうだ、いったぞ、いよいよ絶好調です。素晴らしいね、ナイスワン、素晴らしいです。迷いがないですね、アプローチにしてもパットにしても。それは自分がこれ25年間通ったんですか、ここへ我が家ですから。しかしハーフを終わって雨のため中止、130回目のエイジシュートはお預けです。天気のいい日に再挑戦ですね。再挑戦します、今年もまたエイジシュート何回か、これから狙われるわけ。今年はだいたい150を見込んで150回を、はい、本当に素晴らしいでしょ、これやっぱりね、まだまだ私はね、150回というけど200回250回300回といけるような気がします。今ご紹介したのは東京葛飾区の川本末雄さん、しかし残念でしたね。しかしこの日ハーフのスコアがですね44なんですね。あの雨の条件の中でこのスコアも素晴らしいですよね。で83歳とは思えない元気さなんですけれども、川本さん実は、60歳でゴルフを始めて73歳の時に初めて実は、エイジシュートを達成しました。その時のこれが記念のメダルです。この下の部分にですね73歳、トータルスコア、73と書いてあります。それからもう一つあるんですね、これなんだかお分かりでしょうか。150の文字が見えていますね。 T シャツなんです。
今年中に150回英字シュートを達成したいという川本さんがその日のために、用意をした T シャツなんであります。なかなか用意も周到でありますね。まあ、夏場はこれから調子が自分はいいとおっしゃる川本さんですが、これからその、目標達成に向けてどうぞ元気で頑張ってください。それからもう一つゴルフの話題です。富山県では今年から県民体育大会にですね、全国で初めてゴルフの競技を採用しまして、今日からその競技が始まりました。全国でも初めての試みとなった県民体育大会のゴルフ競技は、県民であれば誰でも自由に参加できるのが特徴です。この県体にゴルフができたってのはどういうふうに思われますか？我々月一ゴルファーとしてはね、こういう機会があるということは非常に嬉しいことですね。ゴルフ人口かなり増えとるって聞いておりますし、いいんじゃないですか？大会は今日から今月8日まで富山県内の7カ所のゴルフ場で始まりました。参加料は1人3000円です。これは県のゴルフ連盟が日頃コースに出るゴルファーに1人30円の協力を求め、今回の運営費に充て割安になったもので、予想のおよそ2倍の1876人が出場しています。どこのクラブにも参加してないゴルフを愛好する方々にも多数参加してほしいと、クラブ所属の方をしのぐ参加がございまして、大変喜んどるわけでございます。富山県ゴルフ連盟では、一般ゴルファーに競技会への道を開いた今回の大会が全国に広がり、将来国体の正式種目になればと期待しています。もう一つニュースが入っています。4年ぶりのヨーロッパ遠征の瀬古選手、2日ストックホルムで行われました陸上競技の国際大会男子1万メートルで、自分の持つ記録を5年ぶりに1秒27縮める27分42秒17の日本新記録で4位に入りました。1位はアメリカのブルース・ビッグフォーンでした。それから瀬古と一緒に出場しておりました新卓は7位、金井は11位でした。それからイギリスのテニスのウィンブルドン、男女シングルスの準々決勝が行われまして、ナブラチロワがパム・シュライバーをストレートで破っておりまして、ベスト4に一番乗りをしております。以上が今日のスポーツでした。では続いてワールドニュース、長谷川さんどうぞ。はい、